これがね、白髭の滝の、案内というのがですね、ここに書いてあります。興味のある方は見てください。なんだっていうんだ、実は地層の間から水が湧き出ています。酸性の水質のため白色に変質。なんか多分酸性アルカリ性とかね、そういう話なんだろうと思います。多分ね、なんだここに QR コードとかあるな。BMYBA 土地上注意ということで、ここに立派なトラス橋がありまして、このトラス橋の間からですね、滝をですね見ることができます。これですね、これが、白髭の滝と。そうですね、一番よく見えるところがこの辺りになりますでしょうか。はい、これが白髭の滝の前景で、これはなんかね、上側に川が、川もなんかね、一応あるんですけど、確かに看板に書いてある通り、このなんか岩と岩の割れ目のところから、湧き出ていますね。僕今気がついたんですけど、僕はさすが温泉だけあって、こことかね、湯気が立ってますね。これは温泉が湧いてるんですよ。要するに温泉が香る川にですね流れ込んでいると、そういうわけですね。白髭なんですけども、ここの氷の色なんか見ると、これ完全に青白いんですよね。青いけど同じ色なんですよ。そうですね、この、望遠でこの氷と氷の隙間のこの色を見ていただければ分かると思うんですけども、この氷の色からしてもこれ完全に青白いですね。そしてだんだん下がっていきまして、これが川ですね。もうね、ちょっとね、一回遠くに透明しますけどね、ここですね、ここは手前に流れてるところはこれ黒い川なんですけれども、こっち側のこの滝の水を受け止めるあたりから川の水がですね青白くなってるんですね。完全にこれ色が変わっているということがですね、お分かりいただけるのではないかなと思います。いやー、なんか綺麗ですね。最大望遠にしてこの川底のですね様子も撮影することができますね。このカメラで水しぶきの表示表示までどれぐらい綺麗に撮影できるかわかんないんですけど、こんな感じで水が白く青白く濁っていくこの様子がですね、お分かりいただけるのではないでしょうか。こうやって青い池の源流というのは作られているわけですね。はい、この川本当綺麗ですよね。水透き通ってて石が白くて、はい、でさらに上流の方行くとこの辺ですね、この辺も結構ね水が青白かったりします。これが、白髭の滝前景ですね。でここからはですね、大雪山系の山々もよく見ます。ちょっとね、山の名前僕よくわからないんですけれども、とにかく山がですね非常に美しいですね。この煙入っているところが、これが十勝岳ですね。北海道では割と知られた活火山です。
ゃあですね、橋の反対側の方ですね、見ていきましょう。これがですね、下流側ということになりますね。ここの下流側まで来てもですね、やっぱり青白い水というのが流れてますね。望遠で見るとわかるかなと思います。こっちから見る景色もまたね、あるんだが、撮ってない撮ってない。これまた別な角度から、景色を眺めることができると。これどちらかというとね、山を見るための景色ですから、山と橋はよく見える、そういう感じになっています。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ここにさらに上に登っていける階段があるので先に進んでいきたいなと思います。これなんだろう、十勝岳火山予防情報センターと、入場は無料ですということです。まあ、こういうねダンジョン的なものがあったらやっぱりね攻めてみたくなります。それでは登っていきましょう。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。